はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケイです。今日第10回目やっていきましょうか。ちょっといきなり襲われてるんですけど、行きましょう。よし、あ、インクリボンがある。え、これは鍵、ちょっと待ってくださいね。これがまだいらん。金か。ここまでは来ないみたいですね。出ていった。じゃあ多分戦わない方がいいですね。足音が聞こえなくなるまで待ちましょうか。聞こえないけど、一回整理しましょうか。別のスロットに。ちょっと唐突な始まりでしたけど、あれですかね。で、サワンルーズはキー、これがクローバーの鍵か、あ、クラブの鍵。行くところというのは、車の鍵、これ預けましょうか。とりあえずあいつが来たんで、どこに行けばいいか。どっかにいるんじゃ。こうしたらなんかあるかな。いないっすね。さて、どうすれば。ハートじゃないしな。ダイヤの鍵、クラブの鍵。あっちにいるんかな。それとも、いや、なんかいますね、もう。こっちじゃないの。いや、いるか。なんかどっか歩いてる。ここには行かない方がいいのかな。いや、もう行くとこないしな。出てったか。まあそこしかもう行くとこないんですか。だっけ、こう行って開けれない。マジかよ。若干ですけど、それダッシュで下に行って、まあ行ってない。あ、意外と逃げられた。
あ、すごい音聞こえるな。こう。なんか近いところにいるな、これ。氷待ちやろう。アーミア倒しましょうか、もう。ちょっと。なんか倒さないと、ここで。来てる。いやここまで来るんですね、もう。なんか平気で倒しちゃったけど。かわいそうなマービン。まず行くところ、東側。いや、もう降りましょうか。西側じゃなくてこっちですね。ここも休めなくなったな。ここはダッシュで。ゴッ。おー、化け物オンパレードだ。工具だ。ジャッキだな、これは。来てる来てる。クリボンが2つもある。こうやって目先のアイテムを取ることによって、よりにケリー死んでいく。ちょ、どこにあるんだ、これ。うわ、来た。こうだな、もう。いなくなった。ちょっとセーブしましょうか。一旦。とりあえずここに。預けて。ちょっと待った。これがジャッキと思いました。ジャッキハンド。油がないとか言うな。そういうわけじゃないか。マービン普通に倒しちゃったけど、しょうがないのかな。で、ジャッキが図書室ですよね。行きましょうか。来てるな。どこに？あ、やばい、こっちじゃなかったな。おお、逃げろ。なんで
からまた逆の方向に来てしまった。ここはリッカーがいるとこだったよな。変わりましたね、そういえば。そこに行ってみるのも悪くない。ここには来ないっす、さすがに。ここにいたらもう何が何だかっていう感じですね。帰ろっか。ああ、これでわかるんだ。図書室ですね。上がった方が早いかな。それとも上がってこう行って、でもシャワー室抜けないとダメだもん。いや、下から行きましょう。あいついるんだ。やばい、もうバレたろ。オフィス。素質な。なんか来てるな、これ。これどうしたらいいんやろ。3階先に行くとかありかな。 DCM 3階に先に行く。さっきのその出なかった部屋っていうのがバルコニー、東倉庫行ってないですね。とりあえず3階行きましょうか。どっちでもいいけどね。図書室行きましょうか。今いなくなったようですから。ちょっとずつやるみたいな感じかな。来てる。
来るんだ。行けるぞ。もうちょっと屋上に行ってみましょう。下は行かなかったっけ。下は繋がってるだけは、あ、いや、行ってないですね、取締室と。メモを押収した。621。あ、ダイヤルのことだか。ガンパウダー。ちょっと待って。あ、これは宝石はめるやつじゃないかな。わかった。宝石はこれ使うんですね。インクリボンがある。結構あるな。なんだ、頭。あ、レオンか。止まってよ。とりあえずもうショット頭作りましょうか。いや、もういらないようですね、どうも。クラブの鍵。行けなかった場所っていう東総ゾンビがいるのか。ちょっと一撃フルハーブ。
あいついるな。やばい。大きな歯車。あ、メインホールだからか。ちょっと一撃で。やっぱショットガン弾使いすぎてる。ちょっとなんか来たな。ちょっと待って、どっから来てる。あら、ハミシャンとか。あ、来た来た。来たね。こいつは倒せることできないでしょうか。無理かな、やっぱ。それは。程度。これでいけるのかな。これ何の意味が。丁寧にやらないとダメですね。一回落ちましょうか、これで。厳しくなってきたな。なんかメインホールで整備できないときついですね。瞬間を利用していきましょうか。この時は止まるので。で、一回セーブしましょうか。で、実況第10回目をこれで終了ということにしましょう。預けて。じゃあ、実況第10回目、これでトレー終了したいと思います。また10回目でお会いしましょう。ケイでした。さようなら。